今ちょうどそこ石橋さんいるね。22日の、初日ウトロ地区ってあるんですよね。不法占拠取った朝鮮人がそこにちょっと挨拶しに行こう思ったらなんかずっと構えたはってんけども、で僕帰ったんですよ。なんで言ったら仕事さすの嫌やから、中にミッツ君も山本さんもね、いっぱい武闘派の捜査が降りたらめちゃめちゃできんのやらへんかったんですわ。仕事さすの嫌やから。ほんでね、ついでやし、明日は神奈川、いつか神奈川新聞襲撃賞務店やめといたるわ、今日おるからな。あんね、こいつね、俺になんか質問したいことがあるよったんですよ。なら、あんたウトロ記念館の中におってんから、僕がウトロ記念館に質問したものを先に回答しなさい。回答してからですよ、俺に質問するのは筋や。その質問とはね、ウトロの人、強制連行されてきた言うとるんですよ。おいおい、ちょっと待てよ。ウトロの国際対策会議中ね、ウトロが作った組織あるんですよ。そこが言うとるんですよ、徴用でもありません、強制連行でもない。じゃあ何や言うたら、徴兵に逃れてきた、兵隊行くの嫌やから流れてきたんと、日本が経済活動したいから流れてきたって、はっきりウトロ住人は言うてるじゃないですか。裁判でもウトロ住人に言うてるんですよ。私は強制連行じゃありません、自分で来ましたって言うてるでしょ。ね、で韓国政府のね、ウトロを研究している組織も言ってるんですよ。強制連行じゃありませんと、ウトロの人はと戦後を渡ったんやってはっきり言ってますよ。だからね、強制連行された一時資料を石橋さん出してくださいよ。え、いつ誰がどこで何時何分何曜日に強制連行したんですか。まずそれを答えてから俺に質問するのが筋や。そしてもう一つ、あいつらね、初めね、僕らが抗議する前、十数年前、40億ね、我々に強要しとったんですよ、40億。キムチ市場作りへとったんですよ、皆さん。ほんで、パチンコ屋作れ。あ、これじゃあ、キムチ市場にコミュニティ会館、カラオケ施設、福祉施設、歴史記念館、これで40億出せ言うとったんやけども、僕らがね、先導抗議して、ビラやら巻いて、10億に収まったんですよ。でも、その10億ね、払うにも、公明党の冬島とおったんですよ、今地獄におる。あれがですね、ウトロ住民が、冬芝さんに相談したんですよ。なんとか金引っ張れへんやろかって。ほな、冬芝なんて言うたんかしてますか？法的に無理や言うたんですよ。不法占拠やから。ほな、どうするか言うたら、国と京都府と宇治市と3人で、3社で話し合って、なんか策考えなさいって言ったんですよ。まあ、その間に途中死んでまいってんけど、そこで考え出しよったんが、ウトロのね、朝鮮人が住んでる前にも道路あるでしょ。これ日本人も使うでしょ。ここも込みに中間業整備しようということで、なんとそのウトロのおばあちゃんたち、公営住宅を建ててもうたんですよ。それが6億分です。でも6億でもね、一応税金でしょ。まあ僕らね、活動家のプロから言わしたら、40億のとこ6億か、朝鮮人不法占拠、朝鮮人に渡った金が、これやったら価値や言われたんですよ。でも価値は価値でも6億でも皆さんの税金なんですよ。だから僕はね、ウトロ住人にもう強制連行されたとか、もうどうでもええはげに、もう日韓友好、もう仲直りしようって言うたんです。そのために今どういうことか言ったら、日本人にね、6億出してもってありがとうって言うてくれって、それで終わったると言うたんですよ。なら無視したんがウトロでしょ。ねえ、そう、おかしいこと言うてますか。不法ですよ、不法占拠は裁判で認定。そして税金投入する法的根拠は、公明党創価学会難民法連携協の冬島がないって言うとったんやから。それでも日本人優しいからね、6億円おばあちゃんたちのね、住むとこ用意したんですよ、税金で。そうやったらありがとうで済ませとるって言うてるんですよ。ウトロって僕以外触ってないんですよ、日本国民で。ということは、僕がもうウトロやめたって、もう不法占拠かわいさしやめたって言ったら、もうこれで終わるんですよ。日韓友好のためにこんないい話ないでしょ。それを拒否したんだウトロですよね、石橋君。だからあなたね、私に質問するんやったら、この質問、俺の質問に回答するようにウトロに、ウトロ記念館に言いなさい。それが道理やな。これでも明日、いつか行ったわ思てん、こいつちょっと生意気やからね、突撃ラッパかけて行ったわ思てんけど、まあちょうど手間省けて済んだわ。まあそういうこっちゃな。俺に質問したかったら、俺がウトロに、ウトロ記念館に出した質問に回答しろ。以上や。はい、今ですね、神奈川新聞の石橋学記者が、変更報道するために来ておりましたので、西村仁志候補者本人より抗議した次第です。続きましてですね、元祖
こういった、ね、団体の老舗でございます。在日特権を許さない市民の会会長の江戸清さんに応援の演説を握っていただきたいと思います。よろしくお願いします。皆様お疲れ様です。まあ、西村ひとしさんはね、もう本当に活動できちんと、実績を示していく、まあ、今までやってきた、まあ、これからもやってくれると、まあ、信じられる候補者です。まあ、皆さんね、この、選挙、まあ、いろんな人が立候補しております。で、ね、やはり中にはね、保守の人たちが乱立しているというのを、あ、これは良くねえんじゃねえかとかってね、言ってる人もいるかもしれませんけれども、そんなことはないんです。保守の人たちがね、バン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 立候補して、そしてその保守の間でですね、愛国合戦をする。どっちが日本人のために役に立つんだと、そういう争いをしてるっていうのは実は幸せなことなんですよ。今ね、左翼政党と呼ばれてる人たちはですね、彼らは、選挙協力だなんだっつってね、無理やり自分たちの意見を押し殺して、そしてまとまろうとしてる。選挙対策としてそれはいいかもしれないですけれども、ね、そんなことやってですね、私たちの一票がちゃんとした一票として反映されるかどうかということを皆さん考えていただきたいんです。まあ、これはね、私もね、よく言ってるんですけれども、これ特にね、動画をご覧の皆さん、その銀座の皆さん、よく考えてください。皆さんね、憲法改正、私たちの国を強くしようと、そしてね、反日勢力、朝日新聞とかね、この近くにありますけれどもね、こういった勢力と戦うためには、やはり憲法改正して、私たちは強くなるんだと、そういう思いを込めて、今までね、投票活動された方、いっぱいいるかと思います。おそらく大多数の方は自民党に入れてたでしょう。まあ、皆さんね、そういう、まあ、確かに人たちはね、自民党の人たちは、憲法改正当然としておりますんで、まあ、なんかそういう期待を込めて、皆さんね、入れてしまうと、まあ、そういう方は多いかと思います。ところがですよ、その今までね、憲法改正の願いを込めた一票というのはね、皆さん有効に使われましたかと、そのことはね、よくね、心に刻んでいただきたいなと思います。皆さんね、死に票だとかね、死票だとかという言葉ありますけれどもね、この選挙において、まあ、自民党に入れればね、それは確かにね、そのね、一票はね、役に立つでしょう。その一票のおかげで、当選する人っていうのは出てくるでしょう。まあ、しかしですよ、その一票、今までね、憲法改正のために使われたことありますかっていう話なんです。で、なんで使われないかっつったらね、それ公明党がくっついてるからですよ。憲法を守るために、で、皆さんの一票、憲法改正のつもりで入れた一票がね、いつの間にか憲法を守るため、今までの憲法をそのまま守っていくため、憲法9条を守るためって、そのために使われてしまう、これって本当に生きてる票なんでしょうか。確かにね、数字の上ではね、選挙のね、数字の上では、皆様の一票がね、これまで、例えば自民党に入れた一票っていうのはね、役に立ったかもしれません。ところがですよ、それが真逆のことに使われる、そんなことがね、今までずっと繰り返されてきた。で、今までね、それに対してね、まあ、なかなかね、保守の側からね、意見を言おうとしてもですね、なかなか、当選もしにくいという状況にはありました。でも皆さん、見てください。今回の選挙、まあね、参政党だとかね、国盛だとか、もちろん NHK 党で、こういったところがですね、どん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 名乗りを上げて、我こそは日本を改革するんだと、そして憲法改正するんだということでね、名乗りを上げております。ぜひね、これまで保守票を大切にするんだということでね、まあ、投票活動していた皆さん、今ね、ちゃんとね、思い直して、我こそは、この人が絶対に変えてくれるんだと、そういう一票を投じるチャンスなんです。ですからね、私はね、まあ、いろんな候補者いますけれども、西村ひとしさん、もうこれ確実だと、
私は思いますし、信じておりますし、またこれ今までの実績を見ていただければ明らかだと思います。京都朝鮮学校、不法選挙、後編不法選挙をやめさせました。あの肝心橋児童公園、今日本人もそして外国人も本当にこの一部の人間だけしか使えなかった公園を、みんなが使える当たり前の公園にする。それまでには、大変な苦労はありましたけれども、西村仁さん体を張ってきちんとそこを行動で、やってきました、まあ、そういうことの積み重ねです。私たち、西村仁さんは絶対裏切らない。だから、まあ、NHK と、まあ、本当に厳しい戦いにはなっておりますけれども、ぜひね皆さんね、これだと、こいつだと、この人だと、まあ、そういう人に入れてもらいたいし、その、私は一番が、西村仁であると、断言、できます。断言したいと思います。どうか皆さんね、皆さんのね、思いで日本を変えたい、日本を守りたい、強い日本、拉致被害者を取り戻す、まあ、いろいろありますけれども、そういった思いをですね、もうぜひね、まあ、皆さんの心に従って入れていただきたいんですけれども、まあ、その最有力ですよ、それが西村仁であるということをですね、宣伝させていただきましてね、私のお話を、終了させていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。はい、八木安喜朗さん、西村仁への応援ですありがとうございました。まだまだですね、電子に出していただいておりますので、この西村仁2枚目の投票用紙は西村仁、この応援で続けてまいりたいと思います。続きましてですね、神奈川県よりお越しいただきました一応会の古澤慎吾さんです。よろしくお願いします。築山市交通の皆様、大きな声で大変失礼いたします。私は、相模原の時からやってきました古澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はここにいる西村仁さんを応援にここに駆けつけてまいりました。さて、今年の2月26日、ロシアはウクライナに侵攻しました。皆さん遠い国のことだと思っていますが、日本は中国、そしてこのロシア、そして北朝鮮、こういった国々に対して明確な敵意を向けられています。中国は我が国に対して核ミサイルの照準を向けております。そんな国々に対して戦えるのがこの西村仁さんでございます。自民党は、公明党、こういった政党は中国とズブズの議員がたくさんいて、あのウイグルのジェノサイド の国会の何でしたっけ、抗議の穴、避難決議、あれを達成することはできませんでした。自民党では戦えません。我が国には戦える政治家、この自民党に対してもう右から文句を言える政治家は絶対必要です。ですので、そのためにも何としてでもこの西村仁氏をぜひ国会にお声届けてください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、一応会の古澤さん、ありがとうございました。2枚目の投票用紙は西村仁、2枚目の投票用紙は西村仁、まだまだですね、応援名刺駆けつけていただいております。